あ、そうですよね。やっぱり全然違うのと。毎日食べるから1日2回とかうんちするんで。そう。それはすごい。環境は多分並べてキープしてるんで、多分その温度は。最初からさちょっと調子悪かったじゃないの。そうです。買った時は床材がコロコロしたやつを使ってたんですね。ショップでは。なるほどね。それが入ってたってことも言えます。ありえる。ずっとお腹の中にです。ありえる。ありえるんですよ。何でも食べちゃうからさ。結構さ、体の大きさに比較すると口がパッと開ければ大きいじゃないですか、はい、結構ね、食べて飲んじゃう子いるんですよ、うん、まあ、表毛はまだいいんだけどね、太顎なんかだったらもう、もっとそうもっと開くからさ、体ので、食欲がない、ね、何から話しようかな。まず今からやる治療から話しようかな。まずこれは動画でね見させてもらって、少し貧血があります。あの口の中の色ね、まあ、お家でもちょっと気にしてみてください。で、貧血があるってことは赤血球が少ないこと、赤血球少ないことを貧血っていうの。で、赤血球にはさ、まあ、HB って書きますけど、ヘモグロビンねが、はい、あります。で、それは酸素とくっついてます。そうすると、ということは赤血球が少なければヘモグロビン酸素が少ない、うん、と酸素は全身に酸素を送るわけだから、いろんな臓器の機能が落ちる。だけどこれもさ、優先順位があってね、多臓器機能低下症、機能低下が起きます。とは言ってもさ、優先順位があって大事なところ、ね、命に関わる大事なところから血液酸素を送ってくからさ、自分の脳とか心臓とか肺を一番優先で、2番目が脳の真ん中、胃とか腸とか肝臓とか腎臓とか水槽で、3番目が体の表面。だからこういう子は脱皮不全になりやすい、気をつけておかないと。からあとレントゲンで、まあ、ちょっと肺炎かもしれないなと。でこれで、まあ、と身体検査と合わせると、まあ、呼吸器が機能低下を起こしているかな。それからガスが多いから、消化器の機能低下症があるから。それともう一つ、なんか腸内異物なんかわかんないんだけど、ある可能性があるということがわかりました。で、まず食事なんだけど。最初にお話したよね、今のさ、あのヒョウモントカゲのモルピオのペレットフード、すごくバランスがいいから、これを主体にした方がいい、絶対に。で、これをそのままとか、まあ、ふやかしだよね、大体は。食べてくれればそれが一番。だけど食べない子は粉にする。さっき言ったように。それで食べる昆虫、オオロギでもワームでもいいから。こんなの多分お家にもあるんですよね。男は一回食べたことです。もう一匹の方はそっちを食べるので、あ、食べます。一緒にふやかしたものを一個出してみて食べるかどうか。でね、乳鉢とさ、あのあれ一個ちょうだい。で、あと、で、まあ、あと昆虫ね。昆虫やってもいいけど、昆虫はとにかくカルシウム少ない、リンが多いということね。リンが多いと美味しいんですよ。僕らの食べ物でもさ、リンが多いもので美味しいんですよ。で、こればっか食べちゃうと低カルシウムになっちゃう。で、現実問題、そうだ、ここ骨の石灰が少ない、要はカルシウム成分が少ない、これもそうか、ありましたね、レントゲンね。だからもう絶対カルシウムパウダーをかけて、でもさ、カルシウムパウダーのないとこ食べるってカルシウム食べたい場合もあるんですけども、じゃこれとペレットの粉と昆虫でコオロギ、それからあとワーム、ミルワームとか、食欲がすごい落ちてる子の場合にハニーワームとかね、ちょっと脂肪の多い、そういうのもやってもいいかなと思います。でそれだけじゃなくて、もう栄養補助、人間の手で食べさせてあげるっていうのをちょっと教えますんでね、ちょっとやってほしい。
集まる食事、それとあとその子たちはさ夜行性の動物だから日光浴はいらないって言われてますよね、うん、とはいえね夜行性でも多少日に当たると思うんですよ、うん、だから1分でいいから、まあ、1分から5分ぐらいでいいから日光浴してほしい、日光浴ってことは UVB を浴びてほしいんですよ、うん、でこの UVB の特徴を知ってほしいんですけど、ガラスとかプラスチック通さないです、うん、通さないということは日が当たるところにポンと置いといても日光浴にはならないです、かえって温度差つけちゃうだけだから、うん、体調がね、日内の温度差が激しいと体調崩しやすいから窓開けて日が当たるときにね、網戸越しではないんですから、それで日光浴 UVB 浴びてください。でこれを浴びると体の中のビタミン、食事でとったビタミン D がですね、食事一つだけなんだけど活性型のビタミン D になります。そうするとこの活性型ビタミン D がですね、カルシウムの代謝を良くしてくれる、そうすると骨も強くなると思います。だからそう元気な子は肉を勧め、そんなにやらなくてもいいかもしれないんですけど、もうこういう子はした方がいいかなと思います。それと温浴、これはできる範囲でいいです、毎日やってもいいんですけどね、やっぱり1分から5分ぐらい、毎日やってもいいですか、毎日やってもいいですよ、代謝を高めたい、特にこの場合は。元気な子はそんな温浴しなくてもいいと思うんだけど、で温浴、ただあの僕らが入るお風呂ぐらいのね、ちょっとぬるめのお風呂ぐらいでやってもらって、溺れるほどお湯入れたらダメだから、少ないですから、はい、お湯の量がね、だからすぐ冷めちゃうと思うんで、うん、お湯のね触ってもう冷めたら出してください、冷めてるのにその中に入れるのは良くないと思いますから。で温浴してタオルドライ体拭いてもらうと、それからその後スポットライト、何かありますかね、スポットライト的な、ライトは今何も置いてないです、何も置いてない、何でもいいんですけどね、電気スタンドでも、それかもうこういうこの子たちでスポットライト、要は温めたいんですよ、温めるライトね、でスポットライトを使って40度のとこと、あのライトがないところは30度ぐらいのところ、上に置いてるヒーターと別でライトを、そうそう、あ、ヒーターで40度になればいいです、うん、だからそのヒーターの下にちょっと温度計を入れて40度近くになるところと、それから30度ぐらいのところと、温度差をちょっとここはつけた方がいいです、うん、熱ければ30度のところに逃げれるし、40度のところでポカポカできるんだったらポカポカした方がいいかなと思います。だからこの辺がもうちょっと治療でやってほしいかなと、うん、でそれと薬、お薬今作ってもらったんだけど、投薬で中身ね、まず A の薬は1滴を1日に2回、もうやれるんだったら4回までやっちゃってもいいです、最低2回はやってます。で入ってる中身をちょっと変えていきますね、エンロフロキサシン、エンドフロキサシンっていうのは抗生物質です、あの表門レオパに使っても大丈夫の抗生剤です。でこれは体の表面にも効くし、呼吸器消化器にも効いてくれます。これから始めてください。モサプリド、それからメト、フロ、フンガンド、まあ、どちらもちょっと作用基準は違うけど、胃腸の機能を高めて食欲を増やそうという薬です。胃腸機能を高める。こちらもね。で、メトクロプラミドは胃腸機能を高めるだけじゃなくて、吐き気を抑える、整頓作用があります。それから続いて、ピモベンタン。ピモベンタンというのはちょっと心臓ね、心臓の収縮する力をちょっとだけ強くして、全身の血管を少し広げる、そうすると何が起きるかっていうと、キュッと収縮して血管がちょっと広がれば血液が全身よく回ってくれる、そうするとさっきのこのいろんな、ね、体全体に血液酸素をよく運んでくれるかなということで、この薬ね。それから次、これはもう
私の想像で入れるんですけど、肝臓の機能も落ちてる可能性がありますから、ウルソでオキシコール酸って言うんですけど、まあ、ちょっと長いんでウルソしか書きませんけど、この肝臓を元気、肝細胞の働きを良くする、それからあの肝臓の中には胆嚢ってあってね、胆汁という液体を作ってます。でこの液体は管を通って十二指腸に流れ出て、それで消化を助けてるんですけど、この流れが悪くなってる子もいるんですよね。この流れを良くすると、この流れが悪くなると胆汁鬱滞つってなってきちゃうと、そうなんていうのかな、黄疸、肝臓悪い人って黄色くなるっていうじゃないですか、黄疸が出てきちゃう子もいるんで、それを予防するために、それからあとはカルシウム、薬に入れちゃいますからね、うん、でもかけてくださいね、あの昆虫やるときは。次ビタミンで、ビタミンもビタミンって大きく分けると脂溶性ビタミンと水溶性ビタミンがあるんですよね。で脂溶性ビタミンがビタミンの A とか D とか E です。でこいつをちょっと強化したいと。それから水溶性はビタミンの C とか B とか、まあ、酸化を助けるようなものとかね、疲れを取るようなものとかね、それからあとは何かな、タウリン、これは薬ではないけど、あの受容競争剤にタウリン1000が1000ミリ配合とかで書いてあるんだけど、これの、 あの元気になる、まあ、肝臓を元気にするというか、それからそれからなんだ、ブドウ糖、ちょっとだけ口当たりが良くなってます、少し甘みをつけてます、そう、あとで私が飲ませますけど、ペロペロ舐めてくれると思います。まあ舐めてくれん子も中にはいるけど、大抵舐めてくれます。続いてもうあと2つね、プロバイオティクス、プロバイオティクスってのはヨウとかと書いてあるんですけど、腸の善玉菌、腸の善玉菌を補ってあげて食事をとると、腸の環境が良くなります。そうすると免疫力が上がって自分で治す力が高まる。最後もう一個、アガリクス、アガリクスってのはキノコです。で私たちが食べるキノコ、シイタケでもマイタケでもいろんなキノコにはベータグルカンで成分が入っているんですよ。でキノコ食べると風邪に効きにくいとかね、コロナになりにくいとかっていうのもあながち嘘じゃないんですけど、でアガリクスはこのベータグルカンがたくさん入ってます。でこれはやっぱ免疫力を高めて、そういう体調を治すことに、まあ、助けになるかなと。でそれがお水で溶いてあります。次 B、 これは一滴で1日1回です。1日1回、こっちはまあ夜やってください。今日だけ2回やりますけどね、今飲ませますけどね、明日からこのこちら B の薬ですけども1日1回飲ませる前によく振らなかったんですよ。で今日が7月7日、有効期限がね1週間です。だから家帰ったらすぐですね冷蔵庫に入れといてください。室温で置いとくとですね、この薬が傷んで効かなくなっちゃう。いろんな薬や粉とか液体の薬を混ぜてお水で溶いてるんで、で一滴でちょうどあの子の体重に合うように作ってありますから、だからで1週間分だけど1週間でなくなりませんからね。だけど1週間以上使ったら効いてないですということで、この要冷蔵ということ、はい、それとあとしつけ、食欲がない子はなかなかできないんだけど、しつけのことをちょっとだけ話します。長く